それでは午後のミニコンサートを再開させていただきます。昨年に引き続き出演していただきました、爽やかな歌声とハーモニーが印象的なラフレシアさんのお二人です。オリジナル曲も含めて演奏していただきます。それではよろしくお願いいたします。溢れてるよ、ドラえもん君がいる。
君を焼き付ける
オリジナルで長距離走者という歌を聴いていただきました。今日はひまわりのお祭りですけどね、ラフレシアというのもね、お花の名前です。ちょっとなかなか生もの見られないんですけれども、現物、はい、まあな、まあ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 、興味のある方はどんなお花かなって調べてみていただけるとちょっとびっくりすると思います。嬉しくはない。じゃあそれでは、はい、次はまたカバーに戻りまして、皆さんご存知、夜空の向こうを聴いていただきます。信じてこれたから、夜空の
ありがとうございました。雨がどんどんねひどくなってくるね。これはまずいね。皆さん傘などさしてお風邪を召されませんよう、はい、お気をつけください。ちょっと寒くもなってきたんでね。それでは早いもので次の曲で最後になってしまいました。短い間でしたがありがとうございます。ラフレシアでした。ありがとうございました。それでは最後にオリジナルを聴いていってください。ナチュラルです。風に照らす